りますよね。一年先のことを考えるのは難しいと思います。病気の妻のために毎日一編の短い小説を書いている。笑うことで免疫力が上がることがあるそうですから、笑える小説を書こう。その小説、終わる時がどんな時か分かってるのか。僕はいつまでも書くんだ。50年だって60年だって書き続ける。僕は何でもする。せっちゃんが長く生きられるなら何でもする。私いない方が良かったね。二度とそんなことは言うな。世界でたった一人の読者のために毎日書いてるんだよな。ずっと一緒にいたいの、作と。でももうダメみたい。私ね、あなたと一緒に生きられてよかった。ありがとう。これは1778通のラブレターから生まれた本当の奇跡。僕と妻の1778の物語。